愛とあゆみのゆるゆらカステラのパウロ。いつもご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、私たちの大好きなポルトガル菓子を皆様にご紹介させていただきます。イエーイ、イエーイ。っていうのもですね、そのポルトガル菓子を紹介してくださった方から実はものすごいものが届いたんです。じゃーん見えないこんな状態で、送っていただいたんですけれども、こちら全部なんとポルトガル菓子が詰まっております。ではちょっと出させていただきますね。まず一つ、そして大きい、これでもう一つ、そしてこれでもう一つ、うわーやばい。いっぱい届きました。紹介させていただこうと思います。京都の北野天満宮のすぐ目の前にあるお店、カステラドパウロさんっていうお店の焼き菓子なんですけれども、ポルトガル出身の旦那様と奥様は日本人、智子さんという方なんですが、ご夫婦を2人で経営されているポルトガル菓子屋さんなんですけれども、もう最初に食べた時の感動、素朴な味で感動したのを忘れられなくて、もうそれ以来大好きなお菓子紹介させていただきます。見てください、かわいい。これポルトガルの、こちら一つずつ出していこうと思います。全種類違うよ。まず一つ目、カスタニャシュでオボシュを一つ開けてみます。すごい丁寧に包まれてるね。おー、じゃーん、説明が入っているんだね。これはどれだろう。これだ。これですね。これが中に入っているということで、ちょっと開けてみましょう。かわいい。これ開ける楽しみがあるね。なんだろうな、なんだろうなって。わあ。こんなものが入っておりました。一つずつこっちから。カスターニュッテオボシュ、そしてキージャーナ、マミーニャシュ、ドンドドリゴー、デルサードシュでオボシュ、アスピシュでフェイジョン、デリアシュ、そしてパルミエルです。あ、入っていました。これ全部ポルトガルの伝統的な焼き菓子です。このお菓子たちを一つずつ食べてみようと思います。包みもすごくかわいい。一つ一つがかわいいね。こんな感じでお店で作ってくださっています。これからにする？カスタードでおぼし。中西部ビセウのサンベント修道院生まれの小さな栗の形をした卵黄と砂糖のみで作ったお菓子です。はい、今ではビゼウやその近郊だけではなく、リスボンをはじめとする全国の菓子、お菓子屋さんで作られています。ポルトガル人の人生における晴れの日のテーブルには必ず登場する小さな卵黄色のお菓子で、表面に砂糖漬けチェリーやアーモンドを飾ることもあります。卵黄と砂糖のみで作ってるってどういうこと？すごいよ。かわいい。あ、柔らかい。あー、なんかすごく懐かしい素朴な匂いがします。こんな感じです。かわいい。かわいいね。うん、いただきます。いただきます。すごくしっとり中はしています。おいしい。あれでなんかカスタードクリームみたいな感じ。うん、これは贅沢。次ケイジャーダ。ポルトガル全国どこでも作られているケイジョ、はい、チーズ、ケイジョってチーズだって、を使った小さなタルトです。世界遺産の街シントラにも
メーカーエイジャーダがあり、13世紀から作られていました。当店では京都の美山牛乳でチーズを作り、エイジャーダを手掛けています。すごい、こんな感じです。チーズを使ったタルトなんだ。修道院菓子っていう感じがします。和紙みたいな素敵な紙に包まれている。かなりしっとり。これを見せたい。あー、綺麗、綺麗な断面です。いただきます。あ、チーズの匂いだ。うん、もう食べちゃった濃厚チーズケーキだ。これ美味しい。チーズケーキの原型みたいな感じ。シンプルだけど味が全然違う。主張してるね、みんなそれぞれ。柔らかい。マミーニャシュ、正式名若き修道女の小さなおっぱいマミーニャシュでのびっさ、のびっさって言うんだ、というお菓子はその名から連想されるように柔らかな食感が新情です。柔らかい。卵黄と砂糖のみで作ったパフにドースデオボッシュ、伝統的な卵黄クリームを挟んでいます。この柔らかさを楽しんでみてください。はい、すごい柔らかいな。ふわーっと、中はこんな感じです。卵黄クリームが入っています。わ、柔らかい。ふわ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 、柔らかい、きめ細かい。カスターニャシュも卵黄と砂糖のみで作ったお菓子だったけど、なんだろう、無限大だねドン・ロドリゴ、ドン・ロドリゴ。南部アルガルベ地方を代表する伝統菓子です。ドースデオボシュかっこ伝統的な卵黄クリームにこの地方特産のアーモンドを合わせ、ピオシュデオボシュ、ケーランのそうめんで包み込み、小さなボールにし、苦味のあるカラメルソースを絡ませます。特徴は仕上げの包装にあり、必ずカラフルなアルミ箔に包みます。このカラフルなアルミ箔っていうのがすごく可愛い、ね、必ず包めんだね。え、あ、ちょっと見て見て、なんかカラメルが中にじわっと溶け出してる。溶け出してます。いただきます。はい、どうぞ。ちょっと大人なお菓子でカラメルが苦め。ケーラのそうめんって、これフィオシュでオボシュ、このプチ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 してるのが、そうだね、アーモンドが美味しい、香ばしいね。ポルトガルの南部の代表的なお菓子みたい。ほんとカラフルで、こう金色だったり、うん、ね、プリンだったり、かわいいね。飲んであります。かわいい。ポルトガルを旅してるみたいじゃないでは次、デブザードシュデオボシュ、アレンテージョ地方ポルタレグレのサンタクララ修道院で作られていた宝石のようなお菓子です。固めの卵黄クリームを小さく丸め、2日間寝かせてから一つ一つ丁寧に飴かけをして作ります。カリッとした歯触りに続いて、ねっとりとした卵黄クリームの食感は絶妙で、一度食べたら忘れられない濃厚な旨味にあふれています。あ、かわいい。アメちゃんみたいだね。アメちゃん、宝石本当だ。優しい匂いがする。2日間寝かせてるんだ、うん、おいしい。卵黄クリームの濃厚なカスタードだね、これ ね。では次、白インゲン豆の小さなタルト。リスボンの北 50km に位置する町トレーシュベードラシュで、地元の人々に愛され続けている白インゲン豆のあんこの小さなタルトです。柔らかく茹でた白インゲン豆を裏ごし、粉末にしたアーモンドとともにシロップで煮て、
さらにたっぷりの卵黄を加えてゆっくり煮詰める餡はまるで和菓子のような馴染み深い美味しさがあります。一つ一つこう丁寧に包んだら開けるのが楽しみですね。ほろほろ、周りがすごいサクサクしてクッキー生地みたいになってて、中は白あんケーキみたい。結構食べた、 1,2,3,4,5,6 種類食べた今のところ。あと2つ、うん、L は何？レリアシュー。レリアシュー、かわいい名前。なんか名前もさ、一つ一つかわいいよね。かわいい。ポルトガル北部アマランテのサンタクララ修道院で生まれた伝統菓子です。あ、さっきもさ、サンタクララ修道院あったよ。タメガ川が流れ、川沿いにカフェやパステラリアという菓子屋さんが立ち並ぶ美しい街です。行ってみたいね、この景観と美味しいお菓子を目当てに週末には近郊の町から多くの人が訪れます。レビア酒は卵や油脂を使用していないので、ビーガンの方でも食べられるアーモンドの旨味が凝縮されたお菓子です。へー、おー、そうなんだ。卵や油脂を使っていません。すごい、なんかザクザク言ってる、サクサクじゃない、クッキーみたいな感じ。ホロホロクッキー、アーモンドが香ばしい。周りが砂糖飴みたいな感じでコーティングされててカリッとしてて、ヌガーっていうお菓子みたい。でも油脂使ってないのにこんなにしっとりしてる。1個で結構十分な感じ。ダイエット中の人とか油脂とか卵を控えてる人とかおすすめ。ここまで全部食べてきたけどさ、全部違う味だね。食感とかも違くて、こう開けて食べる楽しみがある。さ、不思議じゃない？使ってる食材がほぼ卵と砂糖なの。そうなの。卵黄、すごい。卵、砂糖、牛乳、小麦粉ぐらいだよね今のところ出てきたのがね。そう、あとバターとちょっとお塩ぐらいで、それぞれこれを違うお菓子ができるってすごいね。すごいと思う。ねえ、パウロさんすごいです。パウロさん尊敬します。本当にまた京都に行きたくなってきた。行きたいね。サマーのともかさんもね、素敵だよね。泣きなよね。オリガートってお客様に突然ね、日本語の喋ってる時に突然あのポルトガル語がポロッと出るっていう、すごい素敵な奥様でした。カルベール、かわいい。これってさ、よく見るタイ、タイじゃない？はい、これはですね、ヤシの木を意味するパルミエール。ちょっと似てるでしょ。かわいい。かわいい。ポルトガルのカフェやパステラリアの定番商品で、パイ生地にグラニュー糖を加えて香ばしく焼き上げたお菓子です。はい。ポルトガルでは2枚のパルミエールでバタークリームをサンドしたボリューミーなものもあります。これが2枚あってバタークリームが2枚。やばい、これはやばい。今さ、インスタで流行ってるじゃん、こういう、このパイ挟んでるの。そういうこと。ここにだからバタークリームが入ってる。やばい。はい、どうぞ。ありがとう。じゃあここに乗っけて。あ、かわいい。香ばしくて甘い匂い。間違いない。これにクリーム挟んで食べたいね。幸せだね。幸せだね。しかも1個が大きい。買うぐらい大きい。これ美味しい。パクパク食べちゃうね。なんかどれも食べ慣れてる味だから、ポルトガルのお菓子ってやっぱり日本人に合うのかもね。最初に日本に入ってきた西洋菓子だから。なるほどね。最初に長崎に入ってきたわけだから、カステラがね。あ、最後のカステラ。カステラがあるんです、実はメインの。開けてまいりますね。これが、ミーニョ地方のポンデローなんですけれども、ミーニョ地方、ミーニョ地方というのはポルトガル地図のこの辺りです。
すごい海沿いなんだね。ポンデロとは、カステラのご先祖様と考えられるポルトガルの伝統菓子で、結構大きいです。ずっしり手でちぎって食べるのがポルトガルスタイル。はい、では最後の一つ、こちらがポンデロでございます。わー、こんなに大きいよ。すごく大きいよ。大きいです。とにかく大きくて重たいの、はい、そしてしっとりどっしりしている感じで、で、すごく甘いカステラの匂いですね。わあ、すごい、これはこれはすごい。初めてのなんか体験じゃない？カステラのご先祖様でしょ。カステラのご先祖様と言われているパンデロなんですけれども、パンにちっちゃいお、パンデロ。カステラドパウロさんでは3つの地域のパンデロを取り揃えているということですね。食べ比べができるようです。地方によって配合や製造方法は様々なんだって。共通するのは卵、砂糖、小麦粉のみで作られてる。日本に伝えられたカステラの原型っていうことで書いてあります、はい、大きなこう茶色のね、丸い素焼きの型で、型にこの紙を敷き、生地を入れ、流し込んで同じく素焼きの蓋をしてしっかりと焼いている。あ、まさにこれだね。まさにこれ、そうそうそう。で、そのポンデュロは洗礼式だったり結婚式というような大切な行事には欠かすことのできない伝統的なお菓子のようです。しかもこのパウロさんは長崎で有名な小王軒みたいなカステラ屋さんで修行を長年されていた。そう、現地ポルトガルでさらに腕を磨いた、追求してこのお菓子を作られている職人さんだと思います。早速いただきますか。いただきます。ここにも説明が書かれてありますが、みんなでこんな感じで手でね、ちぎって、周りからかな、やっぱり。いや、これを真似て豪快に。うわー、穴が開いた。ちょっと漫画みたいに穴が開いた。あゆみさんだいぶいったね。取りすぎた。これちょっと性格が出ますね。甘い幸せな香りがします。いただきます。いただきます。柔らかい。カステラだ。すっごくしっとりしてる。でもカステラだけど日本のカステラともまた違う、ね、なんだろう、柔らかさかな、なんだろう。すごい、ふんわりしてる。もうこんな感じでさ、柔らかいのとバクバク食べちゃう。しっとり感がすごいです、うん、そうね、これお上品に切って食べるよりもこうやって美味しい。手でこうちぎって食べるの楽しいのかもね。楽しい、うん、ポートワインやクリーミーなチーズとともにいただくのもとっても美味です。確かに他の地域はもうちょっと半熟に近い焼き加減みたい。すごい、これよりも半熟なんだ。うん、食べたい。これ一つ食べてみた、やってみたいね。食べられる。今日はもうポルトガルの焼き菓子たくさん食べさせていただきましたが、全部美味しかった、これらのお菓子なんですけれども、はい、なんとオンラインショップで購入ができる、はい、前ね、クッキー缶もいただいたことがあるんですけど、クッキー缶美味しかったね。クッキー缶はすごかった。クッキー缶もすごく美味しかったです。クッキー缶もすごかった。いろんな、なんかもう宝石箱のようなクッキーの、いろんな種類のクッキーが入っていて、缶もすごく可愛いんだよね。差し上げるのもいいし、そうそうそう、自分へのご褒美でもいいと思います。そうなんです、うん、京都にもし行かれる機会があったら、うん、工房を見学できるんだって、うんうん、今。え、そうなの？今までの見てみたい。あの宝石箱のようなお菓子たちがどうやって作られるかって見たいよね。そうね。
一番いいのは添加物とか、うん、そういう体にあまり良くないものが入っていない、うん、本当にいい材料だけを使って作られているものだから、小さなお子さんとか育ち盛りのお子さんにも優しいお菓子かなと思いました。ヴィーガンの方でも食べられるお菓子もありますので、北野天満宮前っていうバス停があるんですけど、そこで降りて徒歩3分のところです。はい、ぜひ行ってみてください。はい、ポルトガルにも一度行ってみたい私は。皆さん、概要欄チェックしてください。たくさんの方に知っていただきたいと思いました、私も。この動画がいいなと思ったら、ぜひシェアして拡散していただけると嬉しいです。いろんなお友達とか、こんなお店あるよってシェアしてくれたら嬉しいなと思います。では、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、グッドボタンもよろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ、ハッピー。